はい、どうもこんばんはってことなんですけど、イラつくわ、ほんと朝から。え、何があって？まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、前回の動画消されたんですよ。そう、前回の動画。え、28分も僕撮ったんですよ。初ですよ。最長ですよ、YouTube を始めて。まあ、4年間で、まあ、28分の動画を撮ったにもかかわらず、まあ、おすすめにも多分載ってたと思うんですよ。ね、花火上がってたんで。多分 YouTube やられてる方は分かると思うんですけど、YouTube スタジオから、まあ、飛ぶんですよ。そしたら、花火上がるんですよ。おすすめとか金に乗ってたら。で、まあ、僕は消してないですよ。動画投稿するじゃないですか。で、20時間ぐらい経過して、通知が来てたんですよ。利用不可みたいな。はい、削除みたいな。あ、原因ですか？まあ、原因は教えてくれないです。そう。サムネなのか、まあ、僕の発言なのか、まあ、ここで紹介してる画像なのか。そう。何も教えてくれないんですよね。え、何が問題だと思います？まあ、前回、バンド紹介しましたよね。まあ、バンド紹介って、過去のバンドなんですよ。そう。過去のバンドを、まあ、コメント多かったんで、まあ、久しぶりに、ね、過去のバンドを、まあ、紹介しました。で、次に、5チャンネルの書き込み。ね、5チャンネルの書き込みを、まあ、紹介しました。で、最後に、ルナシーが来年の、2月、来年の2月に、まあ、東京ドームでライブやるじゃないですか。で、ライブを行うんで、まあ、チケット代の発表があったんで、まあ、動画で紹介したんですよ。この3つだけなんですよね。発言が悪いと。サムネが悪いと。まあ、僕は、サムネのような気するんですけどね。まあ、保存はしてあるんですよ。まあ、1日前の動画なんで、まあ、一応、保存はして、そう、残してはあるんですけど、まあ、何かあったら、もうめんどくさいんで、もうあげなくていいかなっていう。ただ、まあ、ありがたいことに、ご覧になれてない方もいらっしゃるじゃないですか。前回の動画。で、まあ、コメントで、最新の動画、削除されてますねってね。後で、見ようと思いましたみたいな。ね。そのようなコメント書いてくれた方もいらっしゃると思うんですけど、どうしますか？同じ動画撮りますか？まあ、同じような内容の。ただ、まあ、前回28分も撮ったんで、まあ、そこは許してください。そう。合計1時間かかったんですよ。1時間かかって、もういらない部分をカットカットカットして28分みたいな。はい。ということで、まあ、前回の動画の、まあ、再現ではないんですけど、まあ、同じような、動画を、撮ろうと思います。で、バンド紹介は、まあ、一応、過去の動画を、まあ、スマホで見せてたじゃないですか。見せてたんで、まあ、これは、まあ、ちょっとやめとこうかなっていうことで、まあ、5チャンネルの書き込みから、紹介していこうと思います。まあ、これも、まあ、4つぐらい紹介したと思うんですけど、まあ、このね、一番長いやつ、読んでいこうと思います。なんで、こんなアホみたいな、公演数の、全国、土佐回りライブやるんだろうな。メジャー契約して、奴隷のごとく、働かされてる、若手バンドって、わけでもなかろうにさ、だから、龍一の、リハビリのためだってば、全然リハビリになってねえんだけど、口パク、ガラガラの、スカスカでクソみたいな、ボーカルなんだけど、単なる、集金ツアーでしかねえわ、リハビリになってるか、判断するのは、本人でしょ、客が、どう思うかは、関係ない、前に、発声の練習を、何回もやるより、本番やった方が効くみたいなことを言ってたわと。まあ、まだあるんですけど、もしかして、スレーブ信者が通報しまくってたんですかね。スレーブ信者が、信者が。ルナシーはリハビリだよって。リハビリなわけねえだろ、お前。仮にリハビリだったらさ、今回のツアーのタイトルにさ、私のリハビリですみたいな。ボーカルのリハビリのツアーになりますみたいな。皆さんご了、あらかじめご了承くださいみたいな。付け加えろよって話なんですよね。ね、リハビリにさ、1万2000円とか2万いくらとか払ってたの。バカじゃねえの、ほんと。でもわかんないです。もしかすると、まあ、サムネも、まあちょっとインパクトがあったわけじゃないですか。まあ攻めたつもりなんですよ。どうしても視聴回数取りたかったというか、スレーブ信者をね、一人でもいいからさ、救ってあげたいなっていう優しさですよ。まあこの後紹介するんですけど、まあ東京ドーム公演の、まあ、チケットの料金って、まあ
今までと追加というか変更があったんですよ。そう、変更があったんで、ねえ、ほんと、高いお金払ってさ、どうせ口パクなのにさ、っていうような話をしたんですよね。あ、これがダメだって。はい、ということで、ルナシーの、こちらですね。はい、東京ドーム公演の、チケット代の、紹介をしようと思います。で、まあ、普段と、まあ、変わらない、ファミリーシートやら、アンダー18、指定席やら、バルコニー着席指定席、一般指定席は、多分料金は変わってないと思うん で紹介はしないんですけど、まあ、今回から、こちらをご覧ください。まあ、スレーブシートは、まあ、金額の変更も、ないと思います。ただ、この下、ルナシート、これ追加されました。15,400円、税込みです。で、このルナシートって、ちょっと下の字で、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、スレーブ、会員選考及び、メンバーソロ、ファンクラブ、会員選考での、一般指定席。こちらちょっと重要なんですけど、まあ、一般指定席を、まあ、購入しないといけないんですよ。で、一般指定席を購入して、まあ、そこで何人かわかんないですよ。まあ、抽選があると思います。で、まあ、その抽選に、まあ、当選された方が、まあ、ルナシートを申し込めるみたいな。はい。だから、ルナシート欲しいから、ルナシートに応募することってできないんですよ。まず、一般指定席を、まあ、申し込んでくれみたいな。はい。まあ、ここが変わったところです。で、次に、まあ、東京ドームなんで、スペシャルボックス。スペシャルボックスはどうでもいいですけど、個室みたいな、ね。野球好きな方でしたら、まあ、東京ドームに、まあ、行かれたことがある方でしたらわかると思うんですけど、なんかさ、スタンドと2階の間ぐらいに、なんかね、お偉いさんが見るみたいな、ね、ガラス張りの、まあ、部屋があると思うんですけど、そのことです。25,300円かける定員数、まあ、人数ですね。で、3名から、8名様まで、まあ、料金の方、書いてあります。まあ、25,300円かける、まあ、人数ですよ。はい、このようになっております。で、あと一つですね。はい、プレミアム、ボックスっていうことで、税込み83,600円。まあ、これも、まあ、専用ボックスシート。まあ、座って見れるんじゃないですか。お一人、4名様。まあ、これも、まあ、一人当たり4で割ると、まあ、2万ぐらいですか。2万ぐらいになると思います。で、まあ、このプレミアムボックスは、後日、販売予定だそうです。で、最後は、こちらですね。はい、VIP ですね。ルナシーで、スレーブ VIP シート、設けております。55,000円です。ということで。で、この VIP シートは、これもちょっと字小さくて見づらいと思うんですけど、スレーブ VIP シートとは、スレーブシートに、当選された方の中で、さらに、特別な体験を、希望される方がお申し込みできる、アップグレードシートと、なりますと。まあ、VIP に、まあ、先に申し込むことはできないんですよ。まず、スレーブシートをに申し込んでくれと。で、そこで、まあ、何人か知らないですけど、抽選がありますと。で、そこで当選された方が VIP。ね、VIP を応募できるみたいな。まあ、そのような、形だと思います。で、最後に、これが、まあ、席の図ですね。座席図っていうことで、ピンクですね。ピンクが、まあ、両サイド、ステージの、まあ、両サイドになってますね。VIP シート。ただ、何人かは発表はないですね。そう。何人かの人数の発表はないです。で、まあ、アリーナとルナシートが、アリーナ席ですね。まあ、スレーブ VIP と。まあ、この3つが、アリーナシートです。で、まあ、そこから、上が、まあ、スタンドと2階スタンドになるっていう。はい。このような、座席図になります。はい。ということで、まあ、一応前回の、動画と、ほぼ内容は、同じだと思います。もうさ、ダリーなって思いまして。着替えるのもさ、もうめんどくさいんで、ジャージで たまには良くないですか？もうやる気ないですからね。ただね、ありがたいことに、動画を削除されただけだと思うんですよ。そう、削除されただけだと思うんで、まあ、この動画は、まあメインチャンネルで、まあ一応試してみます。まあ、投稿できるかどうか、まあ一応試してみようと思います。はい、ということで、まあ今更なんですけど、サブチャンネルってご存知です。
サブチャンネルってありますみたいなあのコメント届くんですけど、ご存知じゃない方いらっしゃいますよね。あの何かあった時のサブって、はい、これです。はい、これ僕のサブチャンネルなんで、まあ、気になる方は、バンド紹介はしてないですよ。そう、バンド紹介はしてないんですけど、まあ、主に、まあ、ツイッターのネタから、まあ、動画で、まあ、紹介してるんで、まあ、楽しめると思いますよ。それなりに。はい、そんな感じでございます。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。